を開始するかと思うが、要求を発見した場合、陸からどの地点鶴岡署は26日、大雨被害を想定した水難救助訓練を行った。ロープの基本的な結び方やゴムボートの組み立て方などを学んだ。足元悪いのでボートの中も、はい、ゆっくり入ってください、はい、なるべく低い姿勢でお願いします。はい、どうぞ。大丈夫ですからね。大丈夫ですか。捜索活動投げるよ。うわー、完璧です。そのまま